どうですか、小学生たちに今サプライズ登場といった形で出てきますけど、僕多分2回目なんですよ、これでこんな出方はしたことないんで緊張してます三重川選どうですか、サプライズゲストって言われてるんで今何喋ろうかって考えてます真面目ザイアンさんどうですか、まあ、逆の立場だったら多分最高に嬉しいんで皆さんを喜ばせられるように頑張りますどうも、ゴールキーパープロジェクト第2回始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、スペシャルゲストにお越しいただいてます。それではスペシャルゲストの方ご登場お願いします。はい、皆さん拍手。こんにちは。はい、みんな元気。こんばんは。皆さんこんばんは。浦和レッズゴールキーパー西川です。今日はみんなと一緒にトレーニングができると言われて、喜んできました。今日はみんなと楽しくキーパートレーニングをやりたいなと思ってます。一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。浦和レッズゴールキーパーの三重川由美です。僕も、皆さんと同じ小学校5年生から、ゴールキーパーを目指しました。ゴールキーパーというポジションを楽しんで、より、自分が上手になれるように一緒に頑張っていけたらいいなっていうふうに思います。今日はよろしくお願いします。浦和レッズゴールキーパーの鈴木ザイオンです。僕も小さい時、皆さんと同じようにこういった形でキーパーのこういうプロジェクトに参加したことがあります。まあ、ここから3人からたくさんのことを学んで将来につなげていってほしいなと思います。見た目は怖いんですけど、どんどん話しかけてください。よろしくお願いします。もう一方ね、前まで浦和レッズのプロで活躍されていた七馬さん。おはようございます。おととしまでまあ、今日は楽しみながらみんなと、まあ、プロの方に聞くのもそうですし、分からないことがあれば聞いてください。ありがとうございます。それでは早速トレーニング始めていきたいんですが、一番元気があって最初挨拶してくれるよって人。はい。おじゃあ最初ゴールキーパープロジェクト始めます、よろしくお願いしますみたいな感じで、これからゴールキーパープロジェクト始めます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは始めましょう。ダイオンどうですか。楽しいっすよ全力で。前回安藤コーチに言われたこと、すごい。ボール来る前全然動かないからね、見ててね。蹴ります。はい、全然頭とか動いてないでしょ。この前言ったよね、こうやってね、全然動いてないよね。ですごくリラックスして構えてるよね。それを、はい、それを意識してちょっとやってみて。先動かなくていいよ。はい、素晴らしい。ナイスキャッチ。今ちょっと難しくて、素晴らしいな。キャッチしてた。キャッチしてた。ちゃんと。起き上がり方。こうやって雑にボール持ってこられてる。西川さん、めっちゃ子供好きですよね。好きっすね、なんか楽しいっすね、なんかキーパーってなるとみんなキーパーってなるとワクワクするというか、一緒のポジションじゃないですか、ね、なんか僕が5年生の時より上手いっすね、みんなこんな基礎とかちゃんとやってなかったし、羨ましいなと思ってどう、石川選手とか見てどうだった。大きいよね、大きいよね、かっこいいよね。みんな上手いですね。すごいっすよ、本当に。みんながいいグラウンドに来てますし、キーパー楽しんでくれたらいいなと思いながら見てます。膝が地面にガクってなったから、もうちょっとこう。で、これも一緒に。体も一緒に倒れる感じ。膝でブロックしない。ボールに対してしっかりこう出てなかった。出てるよね。
だからしっかりボールに対して足を出して、そのイメージを持つこと。はい。オッケー。オッケー。なんだよ。じゃあさあ、どんどん指示らしいぞ。協力して守れ。わーし。わーし。わーし。素晴らしい。実際今ね、片手だったのが良かった。両手だったら、この距離が全然違うから、今片手だったから、これが伸びたし、両手だったら多分、ポロってなってた。片手が良かった、今。素晴らしい。チャンス！慌てない！素晴らしい。どうやったら取れるか、じゃあ鈴木選手に聞いてごらん。今、セービングを取ろうとした。テーブルを取ろうとしたら、今のだと上から行っちゃってるから、こうボール来た時にこうやって行ってるから、もうあボール来たと思ったら早く早く消す下のコースを早く下がるって感じ。本日の集大成、めちゃくちゃいいプレーが見れると思います。ナイスポジション。もう下がらない。まだある、まだある、次じゃないか。すごい、これ帰れるな、みんな帰れる。ナイスキーパー、満足ですよ。 OK、 じゃあ一回水飲んでから。はい、キーグラスト、ラスト、ラストでお願いします。ラストで最高の笑顔でいくよ。ここお願いします。はい、チーズ。 OK、 ありがとうございました。はい、みんなダッシュで戻って、よーい、よー。いろんなことをコーチ、ね、選手も言ってくれたんだけど、キーパーって終わりがない、フィールドプレイヤーもそうなんだけど、終わりがないから、どん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 、ね、チャレンジしていってください。まずは正面のキャッチを1回で取る、そういうことをまず見つけて心がけてやってみてください。はい、ではちょっと、はい、します。みんな今日はありがとうございました。みんなのこう学ぶ姿勢を見て、感心しました。一つ一つこう目標を持って、みんなこれからもキーパーを楽しむということを大事にしながら、でミスをしても、その後カバーするのが大事なので、とにかくこう自分が思ったことをまずやってみて、で今日言われたこととかをこう思い出しながら毎日練習励んでみてください。はい。そして浦和レッズの応援もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。今日一日ありがとうございました。最初のプレーから、皆さんがしっかり練習をして少しずつ成長しているのを見て、僕ももっと自分が成長できるように頑張らなきゃなっていうふうに力をもらいました。ありがとうございました。皆さん今日はありがとうございました。僕が今練習してても試合でも何回もミスすることがあります。みんなもこうミスしたら、プロの選手でもミスするって考えて、何回もミスして成長してほしいなと思います。一番は笑顔で楽しむこと、これからも頑張って一緒にプレーできることを楽しみにしてます。今日はありがとうございました。お礼を言ってください。気をつけ。これでゴールキーパープロジェクト終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、やってみて。みんなのその基礎技術というか、僕が5年生の時どうだったかなって考えて、みんなみたいに基礎も全然だったし、みんな上手いなと思いながら指導させてもらったんですけど、あまり言うことないなっていうぐらい、しっかりされてたんで、逆に困りましたね。でもみんなが学ぶという意欲を見せてくれてたん で最初とやっぱ最後でポジショニングもやっぱ変わってましたし、そこはすごくやってよかったなって思います。すごいみんなエネルギッシュにゴールキーパーを楽しんでもらえたかなっていうふうにやってて感じましたし、ゆうさんも言った通り最初と最後でやっぱ成長したなっていうのをすごい感じたので、僕が小学校5年生の時比べたら成長スピードっていうのはすごい速いなって感じましたし、やっぱ将来ゴールキーパーを目指して頑張ってほしいなっていうふうに思ってます。
まあ、皆さんのプレーをこう間近で見てこうやっぱりキーパーってかっこいいなって改めて思いましたし、もうみんなが楽しそうにやってる、やっぱり自分もその楽しさっていうのをいつまでも忘れたらいけないなっていうふうに感じましたし、こう成長する上でこう皆さんからこう得るものもたくさんあったので、このパワーを、自分は今後に生かしていきたいなと思ってます。このキーパープロジェクトは10回ということで、まあ、他のクラブがやってるかは分からないんですけど、そんなに多くないと思いますし、これから未来のゴールキーパー日本代表がここから出ていってくれるように、自分たちもいいお手本になれるようにキーパーチームで頑張っていきたいなと思います。